皆さんこんばんは、山です。さあ、今回ちょっとね、緊急でちょっと動画を撮ってるんですけど、まずこちらの映像を見てください。なんとね、前公開されたモンスターハンターワイズの PV4 が BGM と、あと最後に映るナタの僕も武器が欲しいって言ってるこのシーンの前の部分になんか追加の映像がなんか入ってるっていう。どういうことかっていうと、昨日からかな、シンガポールの方で開催されてるゲームズコンアジア2024っていう、まあ、ゲームのイベントで、そこでね、モンハンワイズのプレイアブル出展もされてるらしいんだけど、 YouTube で生放送あったんだけど、そこで新しい環境生物の花症状っていう、花に擬態して身を守ったり、そんで蝶々を捕まえて食べたりするっていう環境生物が初公開されたんだけど、これだけかなって。あと23日水曜日には最新映像を公開するっていう話が辻元プロデューサーからまああったんですけど、こういう感じですね。あとですね、来週の23日、デジタルのイベントがありますので、そちらをぜひ見ていただけたらと思ってます。もちろん新しい映像もそこで用意してますので、ぜひ見てください。なんか今日ツイッターをね見たらね、これヤンクックが3体ハンターが3体のヤンクックを相手にしてるシーンがあって、やっぱヤンクックが群れで登場するんじゃないかっていうのと、これ、まあ、バグコンが東京ゲームショウの時に公開されたんだけど、これよく見るとね、ガスガスちょっとあれなんだけど、コンガと一緒にブレスを打ってるように見えるんだよね。これ多分これはニトロだけ送った時の爆破属性なのか火なのかわかんないけど、そのブレスなんだけど、すごい範囲が広いよね、これ。これかなり厄介になりそう。さらに、こちら、これはね、スクリーンショットっていうか、写真1枚だけなんだけど、これ、リオレイヤー。もうほぼ確定ですね、これ。まあ、もともとリオレイヤー自体は、モンハンシリーズにはずっと出てるから、まあ、ワイズでも出るんじゃないかってやっぱなってるんだけど、これはね、リオレイヤーですね、この、ハンデンとこの、よく見るとこの、毛みたいなものが見えるんで、こういうね、火のブレスを、入ってくるようなやつはまあリオレイヤーでしょうって。しかもここ多分火の森だからね、火の森とリオレイヤーすげえなんか相性良さそうだから、リオレイヤーが登場するっていうのがまあほぼ確定ですね。これさらにこれボツなのか本当にこれが理想されるのかわかんないんだけど、これ多分ウズツナの装備なんだよね。これが女性用で、これが男性用で、これ森主って書いてあるからやっぱりウズツナでほぼ確定。このデザインのまま登場するかまだわかんないけど、こうチャージアックスと弓ですね、これ。そしてね、これタッチですね、タッチ。これなんかふさふさとして、これなんだろうね、電気ゲージが溜まると右になるのか、それか強化していくとこういう見た目になるのかな、みたいな。でもなんか、うずつなって毛がなんかふさふさ生えてるようなイメージなかったから、なんかすごい、こんな感じなんだね。これが体験なのかな、体験なのかちょっとわかんないんだけど、多分この左が体験の剣の部分で、右が鞘なのかな、これは。そういった感じでね、こう出てきたんですけど、というかもしかしたらこれ、新しいね、CM の内容なのかもしれない。流れてる BGM が多分アルシュベルトの BGM で、ナタがなんか叫んでるシーンがあったけど、これ CM の可能性あるんだよね。毎回ね、モンハンってね、新しい CM が公開されてもやっぱね、最新情報のポロリがね、期待されるんだけど、それこそモンハンワールドでは初めてキリンの登場が確定したのも CM だったし、アイスボーンだとヤンガルルガとか記憶に新しいよね。もしかしたら CM でこいつらの動きとかリオレイヤーとかも出てくるんじゃないかなっていうのがあるんで、新しい CM の公開もすごく楽しみですね。というわけでいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、モンハンワールドの情報を今後もいっぱい投稿していくので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。